キスです、サクスペやっていきます。はい。で、今回は、なんつったらいいんだろう。ホムラ軍ですね。デッキでいきたいと思います。なぜか東条がいますが、キャストオフの内藤さんと、ミクリア。で、ミサちゃんのこのバンプデッキですね。はい、行きましょう。あっちーちゃんとかでよかったな。なんでメガネ登場入れたんだろう。なんか浮いてる。普通にこいつだけなんか浮いてるんですけど。川比阿部比広角誰がいいかなって思ったらこいつになったっていうだけなんですけど。オゲイ。ハットトリックある？ないよ。はい。ワン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 はないか。やる気がないもんね。ほい。とりあえず彼女評価が第一優先でございます。こっからはオーブは。オーバー5色取れればとりあえずは OK なので、その先は知りませんって感じです。でとりあえず、まあ固められる練習がないので、特に打撃が2枚いるぐらいなので、まあ刺激もねそんなに必要ないですし、まあ、とりあえず5色しっかり、まあ、どっちかというと強奪が欲しいかなっていう感じですね。強奪練習レベルをしっかりどっか1箇所ではめてやりたいかなっていう感じですね。筋力がいるから、瞬間移動。はい。おっと。今いらないんだけど。まあここですね。ミクリア行きつつ打撃練習も捕獲早いね。レベル上げしていく感じかな。この感じは。ミクリア、ミクリア、合格。ここで合格もらえるのはね、めっちゃありがたい。ハムラー。はい。あと1回できるのかな。はい。わ、なんでやる気下がんだよ。ちょっと損した。見ましょう。で、ここが不確定なので、あ、これは違うわ。こいつね、イベント自体は違うんですけど、こいつが不確定なのでだいぶ頑張らないといけない。粘れっかな。お、回復しちゃった。
と。これ微妙だな。行っちゃいましょう。ちょっともったいない。始まってから吸血とかしたいので本当はすごくもったいない。いこう。有名な魂のバットですね。はい、コーダックも練習レベル上がってから行きたい。左肩、何連かな。強化行ってないんだよね、まだ。強化にしてデート待ちかな。はい、内藤さん。トゥルトゥルトゥトゥトゥ。あざっす。出たな。そんなにいい練習もない。難しいな。はい、そして覗く。こんぐらいなら上げても問題ないだろう。6個1個弱えな。あ、ここか。むずい。リクリアリティ。はい。おやい。メガネでいいかな。はくれない。頼むぞ。せーの。ああ惜しい。そう、どっちこれ。刺激も強化も取ってるんだよな。刺激強化吸血なのでまだいけるか。はい、
うん、強奪は今いらないな。魅了、あざっす。ここはもういっちゃいたいんだけども、あーダメだ、デートします。マジで、あとなんでメイカは含まれないの？あ、なんか不具合出てるっていう噂だったな、そういえば。やられたな。お、刺激。刺激になる。魔法に賛同。わわわわわわ。どうでしょう、あと一色だけか。なるほど。あれ、大志さん、この監督評価も上げないとやばいんでね、ちょっと練習が渋くて何しようって感じですけど、はい、フー、削って削って削りまくるか。あ、回復してくるんだけど、じゃあ変えよう。頼むよ。 OK、なんならいいんだろう。打撃で魅了に変えよっかな。練習レベル上がれ。OK。マジか。ああ、痛い痛い痛い。びっくりした。
せーの。魔法魔法強化か。でんで、これは取っとくでしょ。取っとくので、はい、あ、そういう、そうきた。難しいなぁ、本当に、お前たちは。やめろ、やめろ。うわ、まあ、サボり癖ないだけ OK。 で、やる気マジ頼む。おお、2段階ナイス。え、減らしてくる。あ、上げてくる。なんだそれ、不思議な感じでしたね今。さあ、2クリアでいいかな。デートもう終わっちゃったな。それだけ練習が渋いとも取れるし、俺がただ単に早めに潰しちゃったって。おお、いいっすね。ここにしよう。あざ、うわ、今じゃない。あ、もう体力マックスだからやっちゃえばいいか。いかーん。あれ、少しか。ドゥドゥ、刺激。これここかな。パワーヒーローくれ。あ、初撃くれた、ありがとう。井戸端来てねえの不安だな。しましょう。はい、もう行っていいかな、さすがに。はい、さあ、あ、いけない。休む。ほい、いけない。いけないから仕方ないな。ハイズか。
はい、コツ全然くれねえな。エミクリア回復しなきゃいけない。なんもないのか。嘘。ちょっとだいぶもったいないことしたな今。あんまハマってないのかな。あれ？あ、そっか、ミサちゃんはいなくなってんな。結局また パワー費もらえてないって、なんだこれ。それで行きましょう。多分ね点数もあんま出てないんですよね。さあ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁三塁という場面で危な打ちました。これは見上げ4回の裏2点を追いかけます。バンク攻撃に入ります。先頭バッターは小野田。これはいい当たりだ。負けられたら困るんだけど頼むよ。バンク同点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁三塁という場面。あっと入った。7回の裏バンク攻撃に入ります。この回の先頭バッターは小野田。今日7打点を挙げています。初球打ち引っ張った。スタンドに入りました。ファール投げました。来た。よいしょ。いった。上段来た。OK か。まあここのがコツ美味しいんだけどね、しょうがない。
はい。ここはパワーヒー一回来てくれると嬉しいけど、前だろうな。はい、お待たせいたしました。さあ5番バンク先制のチャンスです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面。よいしょ。これは強烈、入った。4回の裏バンク攻撃に入ります。トップバッターは小野田、打ちました。あれでも今ゴーダスなってるんだっけか。ツーアウトランナー二塁という場面で無理やりもらうのありか。4打点を挙げています。第2球投げた、打ちました。2当たりダイレクトに当たった。バンク1点入りました。バンクリードで迎える8回です。今日2本のホームランを放っているオノク、これはいい当たりだ。1点入った。バンク競争心だけ潰して無理やりもらってやればいいか。うん、ありっちゃありだろ。OK。ついでに何もらったの？ 1？ ヌードか。はい、アパカブネ。第2球投げた。インロー。ボール。なんかいたね。6番なの。次は3球目。内藤さん。ボール。第4球を投げた。あーっと、入れなかった。そう。4回の裏、バンク攻撃に入ります。負けんななしで。先頭バッターは小野田。投げました。インローへ変化球を外れた。ただそうなんだけど。第2球。投げました。今週のストレート空振り。投球はこれから先へ。アパッカー抜けた。オノダバンクリードで迎える6回。ホームラン打ってないんでノーアウトランナー1塁というください。きたー、いったー、入った。バンクリードで迎える8回です。今日2本のホームランを放っているオノダ、打った。これは強烈、いったー。さあ、登場、登場。いなーい。いなーい。はい。お、岸田くん。ミート上限の岸田くん。岸田だけ取れなかったんだよな。欲しかったな。たくさんのパワーヒールと。はい、ここ勝てば一番槍をもらえるけど、あとか筋力足んねえな。足りるか。試合と2人のエピローグで。とりあえずアーサーから打たない。あぶねえ、怖い怖い。第2球投げました。これ打たないとダメだ。第3球を投げました。
あーバカ、これはヒットになります。バーカバンク大展開で迎える4回です。バッターは小野田、うわい、まさに送りました。さあ次の投球打ちました。痛烈、いった、入った、入った。チャンスで回してよ。大展開で迎える6回です。今日2本のヒットを放っている。あバカ、打ちました。トリスタン掴んだ、1塁アウト。危な、同点で迎える9回です。ここまで2安打小野田。うわーわー、今ホームランボール。1球目ストライクから怖い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 。ストレート第3球を投げました。これは無理。バッター追い込まれました。追い込んでから投げた、打ちました。やめてよ、やられた。くれないよね。ダメだ。結局1個かけたやん。で、印象が多いんだね。精神もだね。どうしよう、チョレイ。ああもう何も取れない。球を上げるしかないのか。はい、以上。ちょっと顔やばいか。どっちにしろやばい。不満だ。不満だ。まあ盆栽でも S8 って感じですかね。吸血をもうちょっとやっぱうまくやんないといけないのと、まあ最後ので一金得一個欠けてるでしょっていう感じなので、まあ、1万点以上出して、まあ、強奪はめまくれば SS って感じですかね。はい、以上。なんでパワーヒもらえないんだろう。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。皆さんピースな一日を。バイバイ。